が分かんない。ショーゴイ。5枚引いたら強すぎるだろ。あれを見てる。こっちの方が現実にあるわ。そう。さあ、行くぞ。はい、ローコマです。シアンでーす。アンでーす。カズです。です。オヤでーす。近い。突然ですか。はい。問題です。はい、なんだそれ。このエロい部分、はい、はい、はい、カジノ、装備されてるクリーチャーをたくさんね、はい、正解です。あ、そういうことね。はい、このようにちょっと抜けてるような効果のカードを集めてまいりましたので、うわー、そういうことか。厄介だ。俺たちが忘れてそうなやつを隠してる。ちょっと忘れてそうな、で、有名なカードを持ってきました。はい、はい、なるほどですね。点数なんですけど、まあ、こちらで各自ポイント、はい、重要なポイントをピックアップして、それかけてたらそのポイントがするということ。なるほどね。で、ボーナス点でいちご一句ミスなくちゃんとかけてたらめちゃくちゃボーナス点。めちゃくちゃボーナス点あるの。バトライバーの問題は、これを装備したクリーチャーはアタックされない、丸で書けば頂点ぐらいはまあでしょ。おー、いいな。ちょっとだけ優しいから。丸は？ちゃんと任意か調整かもちゃんと。ああ、なるほど。してもよいっすね。ちゃんと気をつけてください。はい。最新のカード、最新のその収録のカード。了解です。ああ、ちょっと待ってください。ということで、はい、やっていきましょう。はい。はい。1丁目。知ってる。え、煉獄の悪魔リフォーエバーカードの一番下の効果ですね。一文字も間違えずには。さすがに皆さんこれ使ってましたよね。多分僕が知ってる限りでは6人中4人は使ってる気がします。これを渡した方ですね。そのカードそのカード渡した方です、うん、これはもう初っ端としてはもういいんじゃないですかね。はい。漢字をひらがなで書いた場合でもまあ丸で大丈夫。いや、どうだったっけな。リーマン長年やってるからこういうカチカチするのは大体わかるんだけど、チゴイック間違えずには難しい。いやー、これボーナス点なだけだから優勝目指す時だけなんで。いや、優勝目指さなきゃ面白くないだろ。終わりました。まだあと5秒です。ではじゃあテルさんから。はい。このクリーチャーが攻撃するとき、クリーチャーを1体自分の墓地から手札もらっても良い。じゃあヒョン。あー、文字を変えた。攻撃するとき自分のクリーチャーを墓地から回収する。はい、はい、3つ。このクリーチャーが攻撃するとき墓地からクリーチャーを1体手札に戻しても良い。はい、カジノ。クリーチャーがアタックするとき、墓地からクリーチャーを1体手札に加えてもよい。加藤。このクリーチャーがアタックするとき、クリーチャーを1体自分の墓地から手札に戻してもよい。小田さん。このクリーチャーがアタックするとき、墓地からクリーチャー1枚手札に加える。これは俺がボンミスした。加えてもよい。じゃあ正解の分を言います、はいはい。このクリーチャーが攻撃するとき、はい、クリーチャーを1体、はい、自分の墓地から、はい、そうだよね、手札に戻す強制コイン。くっそー、強制コインぜ。強制だったのか。ニューイチ外した。はい、ちょっと強制だったっけ。あれ、これ強制効果ですね。なんで強制変えた大家さんとジョンがなんかあってた。やったなーさー。ボンミスしたとか思った。ここあれ完璧だった。はい、じゃあ2問目いきまーす。これは点数に入るの。点数には入ります。ボーナス点がちょっとなるけど、ボーナス点が皆さんちょっとないので。じゃあ2問目。はい、表記番号メラボルガルの一番下の効果です。これ簡単きついな。使ってね。書き方大事ですけど、意味が通ってれば丸にします。意味が通ってれば丸ではあるので。はい。文字数文字数確認。でもマックスここまでってだけで、別にここで終わってる可能性もあるので。全部ここで終わってる。引き伸ばしてるんで、短い可能性もあります。ちゃんと対策してないね、そこは。知ったことの人も割と有名な方がじゃない。これは割と大事な効果。大事な大事な効果や。いや、これは俺のデッキ相手にするときにめちゃくちゃ大事になる効果だよ。多分これを普通に放置したら負ける人とか何回か見たことあるよ。知らないものは書けない。一応書く。一応なんかありそうな効果書いておいた方がプラスになるかもしれない。もしかしたら8以上じゃあ前半するかもしれない。強っ。それだったら覚えてない。はい、では書けなかった人。はい。はい。お手上げテレさんからいきましょう。自分のシールが1枚もなければこのクリーチャーブロック。自分のシールが1枚もなければこのクリーチャーブロックされない。3枚でもか。
自分のシールドが1枚もなければこのクリーチャーにブロッカーで、まあ、ブロッカーのマークあり。あ、それもありだな。一応はい、自分のシールドが1枚もないときこのクリーチャーにブロッカーを与えます。ブロッカー、自分のシールドが1枚もないときこのクリーチャー、このクリーチャーはブロッカーを得る。うわー、えそう。かっこいい。カッコですね、加藤は。ブロッカーがカッコ。あ、カッコ必要なんだ。正解の文章言います。自分のシールドが一つもなければこのクリーチャーにブロッカーを与える。与えるの方が、まあ、カッコはまあカッコとかそのマークはまあ句読点に含まれるということでなくても大丈夫です。一つもなければか。一つもなければ、一枚だとちょっとあれなんだけど、一つだよね。そうですよね。なるほど。ああそうだ、これああテキスト統一化されてる、これどっち。3問目、はいはい、ちょっと長いですけど、あーこれね、一番下でございます。待って、数字がわかんねえ。小学校行きますか。どういう意味で言ったんじゃないんだけど。あ、分かった。1ってわかります。わかるわ。ちなみに俺もこの効果を使ったことはない。まさか、その単純に殴り切っちゃうから。今自分は運があるぜって話してます。右手は強い。バッあ、そっちの書き方かもしれないな。答え合わせいきましょう。じゃあ大家さんから打っていきましょう。大家さん、自分のターンの終わりに自分のバトルゾーンに GR クリーチャーが3体以上いれば手札を全て捨て、その後カード3枚引いてもよい。それが来ました。はい、加藤。自分のターンの終わりにバトルゾーンに自分の GR クリーチャーが3体以上あれば自分は手札を全て捨ててもよい。そうしたらカードを3枚引く。そう、俺と課長。自分のターンの終わりに GR クリーチャーが3体でも手札を全て捨ててもよい。そうしたらカードを3枚引く。自分のターン終了でバトルゾーンに自分の GR クリーチャーが3体以上いれば自分の手札を全て捨ててカードを3枚引いてもよい。自分の GR クリーチャーが3体以上バトルゾーンにいるときこのクリーチャーが隠されない。さん、自分のターン終わりに自分の手札全て捨ててもよい。そうした場合自分カードコマ。正解の部分は言います。強いよ。お前を引き当てる。負けもんです。めちゃくちゃ強い。自分のターンの終わりにバトルゾーンに自分の GR クリーチャーが3体以上あれば自分の手札を全て捨ててもよい。そうしたらカードを3枚引くってことで加藤全部正解。全部正解。クワだからダメ。自分のでしょ。そう、自分のだから。あー、じゃあのが、あ、じゃあ和がのになってたら全部正解だったです。いや、惜しい。あ、惜しかった。惜しい。2効果なんですけど、自分のターンの割りっていうのと GR が3体以上と手札を全て3枚引く。ダメだ。手札を引いて書いてあったらいいんで。2枚引いたら強すぎるだろ。負け物見てる。こっちの方が現実味あるじゃん。そう。いれば中継。あー、さあ4問目。はいはい、アクアタックバゴンパンサーでございます。これ全部ちゃんと書いてもらえると嬉しいですね。バゴンパンツァーも喜んでます。いや苦しめられたよ俺は。どうせだったらジェットカス系のアタックにしてくれなかったのに。皆さん使ってましたよね。使ったことありますよね。一番可愛いから面白かったんだけど。ダブルブレイカー。そう、それはダブルブレイカー。じゃあこれも、じゃあ自信ママの大家さんからいきましょうか。いや自信ママ使っていいか分かんない。自分の水のハンターはアタックされない。加藤。あ、一緒かな。自分の水のハンターは当たりされない。加藤。自分の水と光の種族にハンターを、水と光の種族にハンターを持つ自分のクリーチャーは当たりされない。あ、ミス。自分の水のハンターは当たりされない。ミスか。自分のハンターはブロックされない。自分のハンターはブロックされない。お、分かりましたね。ブロックされない。好きすぎ。そう、俺もブロックされないけど。俺そう。では、じゃあ正解の文章を読みます。はい、自分の水のハンターはアタックされないです。ということで、加藤と大家さんとあみつがボーナス点でございます。勝利の流星会では殴られないかもしれない。そう、勝利の流星会では殴れない。水文明でハンターで攻撃されないって書いてあったら、まあ、全滅じゃん。ハンター、ハンターっていうのは、ハンター、ハンターでいいかね。ハンターっていうのは、あー、よかった、よかった。ちょっと良くない、この過程。次がラストでございます。ラスト、はい、本当に、僕も1回しか使ったことないです。マジ？お前びっくりした。うわー、最高だった。あの、エクストラビンじゃない普通の効果で。あ、俺めちゃめちゃ使ったことあるぞ。あー、少ないな。あー、まあ大丈夫大丈夫。
ああ忘れた忘れた。いや誰も使ったことあるけど。この効果本当に使ったことがないの？一回しかない。俺結構頻繁に使ってたの。俺も行けとか言って俺も割と使ってた。資料5枚やったら9コストだからこいつ。一番上で隠された方が良かった。書き方もね、いやらしいですね。まあでもこの加藤屋さん、アミさんもリードしてるんで、ボーナス戦でさっきの。ああ、さっきのリード、さっきの。バイカーが欲しかったな、加藤。はい、では。いや、これじゃなかった気がするな。じゃあ、自信、割とありげないと。割とありげない。じゃあ、自信はあります。じゃあ、ケプさん。最後、最後、最後。相手のクリーチャーが自分を攻撃するとき、自分のシールドが1枚もなければ、自分の山の中で1枚の裏向きのまま、新しいシールドとシールドに置く。はい、じゃあシオンが。このクリーチャーを召喚によってバトルゾーンに出したとき、自分のシールドが1枚もなければ、山の上から、山札の1枚の裏向きのまま、新しいシールドとして、シールドゾーンに置く。じゃあ、小宮さん。相手のクリーチャーがアタックしてブロックされなかったとき、山の上から1枚目の裏向きのまま、新しいシールドとシールドに置く。加藤。相手のクリーチャーが自分を攻撃したとき、それがそのこのターン初めての攻撃で自分のシールドが1枚もなければ自分の山札の上から1枚目を裏向きの新しいシールドとしてシールドゾーンに置く。そのターンに自分が攻撃したとき、それが最初の攻撃で自分のシールドが1枚もなければ自分の山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドとしてシールドゾーンに置く。はじゃん。自分がアタックしたとき、このターン初めてのアタックで自分のシールドが1枚もないとき、山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドゾーンに置く。新しいシールドとしてシールドゾーンに行く。はい、皆さんで揃いました。では正解の部分ちょっと長いですけど言います。はいはい、相手のクリーチャーが自分を攻撃するとき、それがそのターン初めての自分への攻撃自分へのそのターン初めての自分への攻撃で自分のシールドが1枚もない場合、自分の山札の上から1枚目を裏向きのまま新しいシールドを加えるということで腹立つこれ。うわーそれ腹立つな。書き方よろしいんですけど、まあ皆さん、あ、じゃあシオンがシールドに置くが、じゃあ召喚か。初めての自分への攻撃だから、クリーチャーに対する攻撃は反応しないっていう。強いなぁ。俺もこれ書いて強いなぁ。そんな強かったっけ。なんでおかしかった。で、シールドが1枚もないと書いてもらえれば点数になります。何を書いてもらえますか。シールドが自分への攻撃っていうのと、シールドが1枚もなかった場合っていうのと、まあシールド化をしてるっていうことを書いてもらえれば点数になります。なるほどね。ということで、最終集計、ちょっと待ってみんな以上になります。こちらでは何点だったんだろう。いや、何点なんだ。てるさん、はい、8点です。はい、しおん8点。おお、あんみつ16点。いいよ。カジノ12点。加藤16点。おお、小田さん14点で、あんみつと加藤同時優勝。じゃあ加藤は、あの、昨日のバイカーが初めて優勝だった。ちなみにあれ3点。すげえ。まあ、全部担当してたら3点だったので、この大家さん、加藤、あみつが、あの、ワゴンパンツァーで3点やってリードしてた。なるほどね。今回は問題以上になります。担当できたって方、コメントにお願いします。そうです。いや、すごい。で、一問でもミスした方、チャンネル登録と高評価。いや、もう、熱いから、いや。